はい、それでは今日は CT125 ハンターガープの整備動画になります。実は先日 Amazon でこのトルクレンチを格安のものね購入しました。で、安い割にはかなり検証していただいている動画があってて、正確性があったので今回これをチョイスしました。で、動画の概要欄の方に、Amazon の購入リンク貼っておきますので、気になる方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。で、今日はこのトルクレンチを使って、各ボルト、ナットのね、トルク管理をやっていくのと、あとはね、フロントとリアのアスクルシャフト、これ購入して半年ぐらいで一応グリスアップしてるんですけれども、もう2年以上経過して一度もそれ以降やってませんので、そこのグリスアップをしていこうかなと思います。それではね、早速やっていこうと思います。ではでは、いろいろ工具部屋から持ってきましたんで、まずはどこからやりましょうか。フロントのアスクルシャフトを抜いていきます。こちら側を押さえながらですね、よっ、買った、よし、緩みました。よし、 OK、 ハンマープラハン、あー、でもね、全然グリス残ってますね。全然グリス残ってる。これならね、全部外さずに、この辺からちょっとグリスを塗っていこうと思います。よし、よし、 OK、では、ここのね、規定トルクが59ニュートンということで、59で締め付けていこうと思います。こんなもんかな、微妙、うん、60の手前。よし、じゃあやっていきます。よし、 OK、 バッチリ締めました。うん、問題ないですね。じゃあリアの方もやっていこうと思います。でね、リアやる前にこの辺気になってたんで、ここもやっていきましょうか。リアショックの上が44ニュートン44。よし、 OK、 一回緩めてからやりましょうか。うん、19でした。よし、緩い、ちょっと緩かったね今。敷きます。OK、 下は14mm。一回緩めてからいきますね。うん、ここはちゃんと閉まってたかな。下は29ニュートン。OK、うん、大丈夫です。反対側も。さてと、これで作業しやすくなった。緩んだ、怖かった、めっちゃ硬いんだけど。よっしゃ、はい、緩みました。全部抜かずに
どうかな。あ、ここもグリス残ってますね。問題ない。うん、しっかり2年前のグリスが残ってくれてます。グリスアップしておきます。一応なんか出荷時ここグリスアップされてないされてないってみんな言ってるみたいですけども、サービスマニュアル上ここはグリスアップポイントじゃないみたいですね。だからしなくていいみたいなんだけど、錆びるんで、まあポーサビということでグリスアップしておいたら間違いないと思います。入った。うん、バッチリ。わっしゃ、こうか。よいしょ。チェーンどうかな。あ、うん、問題ないね。じゃあ指定トルクで締め付けていきたいと思います。OK で、もう一回締めた後もチェーンのたるみ見ましょうか。うん、大丈夫です。はい、ということで今日は、うん、CT125 ハンターカップの整備動画ということで、一応ねフロントのアスクル、リアのアスクルのグリスアップと、この新しく買ったトルクレンチ、うん、これね非常に良かったと思います。先ほどもね少し言ったんだけど手回しは結構大変だからね、お金に余裕があるときは、デジタルトルクレンチ買いましょう、うん、普通のラチェットに間かませて使うやつの方が楽だと思う。これね、回すの結構大変なんで。で、注意点は、使い終わったら、これ一番緩くしたところでね、止めて保管すること。で、ずっとね、50ニュートンとかの位置で保管しておくと狂うみたいなので、はい。ではね、今日は、まあ、このトルクレンチの商品レビューと、ハンター株のメンテナンスということで、一本動画をまとめさせていただきました。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございます。またね。バイバイ。